どうも、最近フットサルで全身筋肉痛のガクトモチャンネルのガクトでございます。今回はですね、前回結構な反響をいただいたあの企画をやりにこの方が来てくれております。どうぞ。わーじじじごき違うね小林大輝でーす。よろしくお願いします。声優限界しりとりというものがございまして、なんすかそれさっきバンバン動画 で動画見てたんすかなんすかそれ。まあ説明すると、しりとりなんですけども、トランプを1枚ずつ引いて、例えばハートの8とかだったら、その8文字でそのキャラ付けをしてるんですけど、トランプにマークごとに、そうなんですよ、出たキャラクターでその文字数でしりとりを行うっていう企画でございます。バッチリ予習してきたぜ。イエーイイエーイ。なんか情報によるとクイズノックさんの限界しりとりっていうのを参考にしてるみたいですね。ああ、それプラスアルファやっぱ声優ならではってことでキャラ付けをしてるってことですね。そうです、なるほど、そういうことでございます。で今回はキャラ付けをどうしようかってところなんですけども、まあ最初は前回ととりあえずは同じでやっていこうかなと、それで後ほど、ちょっとひねりを加えてね、いろいろ付け足していったらまたいろんなキャラとか出てきて面白いんじゃないかと思うので、呼び方なんですけど、あ、俺の、そうです、僕あの梶原ガクトっていうんですけど、大体ガクトかガックって言われてるんですけど、何かいいですかね、僕はガクトとかでもいいんですけど、ガックンのは言いやすいかもしれない。あ、じゃあそれで、僕はそれでお願いします。小林大輝さんですね。そう、小林大輝。なんて呼ばれますか。いや、このね、なんかもういろいろ人からはそこでのあだ名はコバピョンっていう、コバピョンですかってなってたりとか、あと大輝で大ちゃんって呼ばれます。あー、でも大ちゃんいいんじゃないですかね。よかろう、じゃあ大ちゃんで、大ちゃんよかろう、大ちゃんでいきましょう。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうね、じゃあ何から始めましょうか。じゃあ大ちゃんの、ん、飲んでない、終わっちゃった終わったね。大輝の木で始めます。あ、大輝の木でいいよ。はい、じゃあ行きます。ドン。お、ショタじゃないですかこれ。クローバーの5、クローバーの5、ショタ5文字、ショタ5文字。そうだ、うん、アニュアニュマイホキョ。何語アニュアニュ、何語なの。キリギリス。気持ち悪い、マジマジこれ本当にやばい。キリギリスなんだね。アリートキリ、ショタ、ショタってむず、でもショタが多いんですもんね、さっき。ショタ多い、ショタっていうか、なんかやっぱ女の子っぽい感じのキャラかな、すごく多いかも。ぜひ聞きたいな、ショタ出してほしいですね。じゃあ次、はい、ス、スです。うわ、なんかすげえ長いの引きそう。パン、あ、出た、スレ、7文字、7文字、ダイヤ、ギャル、ギャル、ギャルか。あ、出てきた、何だろう、出ました、出ました。え、私の好きなジャンル、スチームパンク。ちょっと何それ、スチームパンクって何ですか。スチームパンク知らない。え、パンクのジャンルですか。いや、なんかそういうなんか格好とか、なんて言ってた。あ、そうなんですね。なんか歯車とか、あー、そういう系。ちょっと、あ、でもギャルでした。ギャルだった、すげえ。シャ、マジか。これは俺いけるかもしれない。やべーな。結構早く出たし。いや、すごい。クレ、いきます。ダダン、5、 5、 また5だ、5文字、ギャル5、ギャルで5の9、じゃあギャルの友達で、おいよ、あんたさ、どんなタイプが好きなのって聞いてください。オッケー、いいよ。あ、そういえばさ、バックンさ、あんた、あ、好きなタイプ何あんの。好きなタイプ、あたいの好きなタイプ、うん、こんなの決まってんじゃん、クールガイ。すげえ屈強な筋肉の男でしたね。クールガイが好きで、いいね。でもギャル、クールガイ好きそうだね。そんな感じで、いいね、ガイって感じの、クールだけどガイみたいな感じの見た目の人がね。じゃあ次引きますよ。バン、わ、4、何これ、4、お嬢様で4。私、飲むのが得意ですの、胃カメラ。おー、すげえ、すげえ得意なとか。やべえお嬢さんだ。やべえお嬢さん。そんなやついるか。そうそう、飲み慣れてるの私。何回飲むの。何歳ですか。いきます。な、どん、バーン、うわ、
またショタか。ショタ7で。ショタ7文字。じゃあお母さんやってもらっていいですか。お母さん？お母さん。お母さんいいよ。ガック？テレビ何見てるの？あ、ラストサムライ。ショタラストサムライ見てるっていう。俺ラーメン二郎とか出てきたよ。あー。はい、ラーメン二郎いいっすね、うん、ショタがラーメン二郎すごいいいね、いいよね。何食べてるの？ラーメン二郎とか、マシマシでマシマシで野菜マシのやべえ、ショタで油マシマシで やばすぎる。いいか、2万。うわ、何？ムキング。うわ、出た。おっさん、おっさんですね。本当に出てこない。やばいやばい。パスもありですよ。パス、パス1回でいきます。パス1回で終わりですけど。あ、出た出た。出ました。お、大臣役で。大臣、大臣、わかりました。失礼いたします。次の制作はいかがなさいましょう。そうやな。いきなり黄金伝説だ。いいですね。誰なんですか、どの立場。いや、フォッフォッいきなりじゃなぁ。フォッフォッフォ言う系の人ですね。フォッフォッフォ。オッケーです。いきますよ。ツドツ。あ、出たよ。あ、また銃だ。イケメンだっけ。イケメン、イケメン銃。ツ、あ、ツ、イ、ツ、ツ、え、ツ、オ、ツ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 キ、ツ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 ツ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 本当に困るな。もう入ってる。全然イケメンじゃない。全然イケメン。じゃあどうしましょう。群がる女子やってよ。群がる女子。さっきのと一緒でもいいよ。大ちゃん、大ちゃん、どうやってここに来たんですか。記者と。やべえ。どういうこっちゃ。記者ポッポで来ましたね。半端ねえ。かわいいじゃん。かわいいかわいい。こんなにかっこいい感じでなんかハスに構えてんの。記者ポッポ。いきますよ。じゃあいきましょう。ドン。ダダン。あ、出た。ギャルで。あ、ギャル。久々。来たかもしれない。ほっ来た。ほっ。なんか手伝う。ですね、うん、ですね。え、そこで悩んじゃう。やっぱりもう、どうしよう私。そこで悩んじゃう。もう思いつかない。ちょっとさあ、なあに、そろそろ、うん、部屋決めた。そりゃもちろん、お部屋探しはホームメイト。CM 待ってます。よろしくお願いします。 CM 待ってます。待ってる。何ここで言うのもなんなんですけど、あたしと友達になって。マジ無理。いいよ、僕でよかったら。いいの？あげる。ありがとう。誰？絶対なりたくねえわ。何？どうしたの？えのね、どうしたの？僕とさ、あの友達になって、お前そんなやつだったのか。急にかっこよくなってる。でもなんかお前って面白そうだよな。やったー。